称プレイ三国志を生きろ。シリーズ史上最大級、かつてないパワーアップ。その生き様を三国志に刻め。新システム異名、異名の変化で広がるプレイスタイル。紫兵を率いる在野の士、侠客、各地で武名依頼をこなし、その名を全土へ。義勇の士か、悪逆の徒か、己の道を行け。私財を築き天下を操る商人、兵糧名品売買で金を得て、拠点を強化し取引量をアップ。巨大な財力を武器に天下を操れ。このほか己の部で名を立てる武官や管理、将軍、軍師など多彩なプレイが楽しめる。さらにプレイヤーの活動拠点本拠をはじめ、結婚、子育てなど個人イベントの充実、新書を使って広める新たな交友関係など、さまざまな新要素で武将プレイがより奥深く、より自由に、激動の三国志を思うがままに駆け抜けよ。これぞ戦略、要衝をめぐる駆け引き、陸路、水路の重要地点要衝、敵に先駆け部隊を展開、要衝を制圧せよ。士気の回復を早める軍学大や、軍勢の防御力が上昇する堅陣といった城塞の建設が可能だ。攻略の足がかりとするか、防御の要とするか、要衝をめぐる攻防が対局を揺るがす。きらめく地防、さらに高まる戦術性、敵の出方を予測し戦術や部隊の配置を決める軍技、守備を厚くし手堅く攻めるか、戦術を駆使し一気に攻めるか、時には絶戦が発生することも。少々熱くなりました。速やかな進軍で戦術地点を制圧。押して参る。聞こえるか、周公金の奏で兵法の粋。前作の約4倍に広がった戦場を縦横無尽、地の利を生かした戦術で勝機をつかめ。三国志の進化に終わりなし。新武将100人参戦、武将グラフィックも多数刷新。この他三国志の世界観を盛り上げる300以上のイベントを追加。さらにシリーズ史上初、充実多彩なイベント編集機能を搭載。想像を凌駕する進化、さらに深まる百花繚乱の英傑劇。